おはようございます。3月1日金曜日の東京インフォメーションです。東京都は東北4県とともに東日本大震災風化防止イベントを今月7日木曜日から5日間にわたって開催します。おはようございます。東京都総務局復興支援対策部の高橋です。今年度の東日本大震災風化防止イベントは港区の汐留潮サイトプラザ汐留潮サイト店前通路広場にて3月7日木曜日から11日月曜日まで5日間開催いたします。イベントの会場では東北にゆかりのあるタレントのんさんからのメッセージ動画や被災地の復興を支える方々からのメッセージを集めたオリジナルムービーを放映します。また会場では他にも青森、岩手、宮城、福島の復興状況や震災伝承施設、観光情報、そして東京都の継続的な支援の取り組みを紹介します。さらに青森、岩手、宮城、福島の特産品などを販売する東北4県復興マルシェでは日替わりの各県デイで限定品を販売するほか地酒バーで地酒の試飲ができます。また SNS 参加型企画として東北4県の景色や穴場、グルメ、産品など自身で撮影したとっておきの写真を SNS に投稿すると抽選で東北4県の特産品がもらえる東北4県まるごと SNS 投稿キャンペーンも開催しています。 SNS 参加型企画も今月11日月曜日まで開催しており結果発表は3月中旬を予定しています。イベントの詳細についてはホームページをご覧ください。東日本大震災から間もなく13年、時間の経過とともに震災の風化が懸念される中、このイベントをきっかけに東北の復興状況や魅力を感じていただけたらと思います。皆様のご来場お待ちしております。3月は東京都自殺対策強化月間です。都は自殺防止東京キャンペーンを実施しています。心と命の講演会、女性のホルモン変動に伴うメンタルヘルスの諸問題は今月10日日曜日の午前10時半から11時45分までオンラインで開催します。参加費は無料です。参加を希望する人はホームページの申し込みフォームからお申し込みください。定員は100人です。悩み事などについての電話相談では相談受付時間の延長などを行います。東京都自殺相談ダイヤル心と命のホットラインでは今月27日水曜日から31日日曜日までは24時間体制で相談を受け付けます。都は全国ご当地ラン&ライド2024を開催します。このイベントは今月9日土曜日と翌10日日曜日の2日間東京ドームシティで開かれるご当地ふるさとウィーケンドに特設コーナーを設けて行われます。会場では各地のマラソンやランニング、サイクリングなどの関連大会や観光情報の紹介などが行われ、ステージではスペシャルサポーターの谷川麻里さんやアスリートによるトークセッションなどが行われます。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。
ここまで東京インフォメーションでした。